とことんやり込む、どうも、ナオチンです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新ですね。来ました、21階。あれ ?21 階層で、ここスタートって、すごい見覚えがあるんですけども。まあ、確か、難しいよ。確か難しい。間違いなく。おい、結構やっぱいや、うわ、覚えてる。なんかうん、すごいやったことがある感はあるね。よし、オッケー。もうめんどくさ。これさ、ボスラッシュじゃない？もしや違うか。もうなんだ、本当にめんどくせえこいつ。よし、ボスラッシュかもしれん。で、もう8だな。いや、もう間違いないよ。もしか弓を取って球根で魂を集める感じかな。まあ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 、これでいきましょう。やっぱりボスラッシュだ。はい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 。で、ここホースマンがもっと出るよね。まだこれで終わりじゃないもんね。 OK だよね。分かってる分かってる。すごいコースマンがたくさん出た気はしたのよ。あー、危ねえ。 OK、 まだ来る。確か3回湧いたと思うんだよ。だよね、そう思ってた。 OK、 でも出ると分かってれば全然倒せる。あぶねえ。よっしゃよっしゃ、まずそこを。はい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 。いや、もうね、いると分かればもう全然いけるのよ。で、最後、よし、終わり。次なんだ、ガスとかなんか。いや、覚えてないな。パワーシェイカー。あー、ここはあれだ、ストーンゴーレム。余裕。いや、覚えてるわ。やったやった。おお、出るんかい。よし、コウさんのボスと同じ感じなのね。OKまで召喚するわけだ。で、3回クリア。次、そぶれ。これどうする。パワーシェイカー、うん、防具、これを上げるのは多分ね、もったいない気がする。うん、いや、もったいないわ。まあ、とりあえず、上げれるやつは上げとこう。いくぞ。うんうん。ここあれだ。あの、でかいやつが来る、鬼。はいはいはい。覚えてる覚えてる。オーケー。なるほど。超人で、危ねえ。ちょっと待って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 、俺めっちゃ減ってるぞ。よし、倒しきる。オッケー、いいんじゃないですか。ちょっと危なかったけども、あー、ここはもうドラ間違いなし。あ、んで、ここはあれだ、
大釜。ちょっと待て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 。よし、オッケー。一気に。トラが効いてる間に倒したい。オッケー。いや、ちょっと待って、今回、高速周回いけないこれ。いけるぞ。ここもね、間違いなく防具。英雄だな。ああ、英雄でいい。おい。ああ、でも、ないからね。ボスだからね、雪玉が、微妙だな。タムルビー入れとけ。ダブル8で、いきましょう。ならタンブルビーを3まで入れようかね。おっしゃー、オッケーオッケーオッケー。あぶねー。おいおいおい、オッケー。これ最初の商人でパワーシェイカーあげたの、これ絶対当たりだわ。よし、オッケー。いいね、いいよいいよ。待て待て待て、よっしゃ。あ、意外と倒せない。危ねえ危ねえ危ねえよ危ねえよ。おい、もう倒したいんだけど、ちょっとこいつをもう少し簡単に倒せる方法っていうのを、これ攻略で探っていきたいね。よし、終わり。はい、7回終了。うわ、まあこれテンペストゴーレム来たような気がする。いらん、あー、いらん。でもう商人か、商人がやたら立て続けに来るね。うわ、ユニークもったいねえなー。いやー、もう総ブレを上げるしかないよ、こうなると。ちょっと報酬の取り方ミスったね。あ、でもボス戦ってなるとこれでよかったか。え、普通の敵も出る。イリュージ、あー、そうか、そうそう、オッケー、わかった。はい、来い。終わり。イリュージョナーはこの橋の上で倒すと、めちゃくちゃ難易度下がるんで、この橋の上で倒しましょう。もう、そんな敵いないね。おし、まあ、いるかどうかわかんないけども。まあ、一応取っとけ。オッケー。オッケー。はい、終わり。ここはいらんね。うん、虚無鞭はいいけども、もうユニーク出てるんで必要ありません。あー、ガーディアン、ちょっと待って、パワーシェイカーが回復するまでちょっと待ってほしい。回復するね。オッケー、オッケー。はい、倒した。で、あっちにザコが何体か出て終了ね。待って待って待って、いけ。おーい、この場所で出られると結構つらいぞ。おしまい。いいね、サクッと終わる。あー、これ高速周回いけるわ。ここはもう弓だね。バーストで、エンチャント全然入れてなかった。とりあえずタンブルビー入れて、でもザコも出るっていうならば雪玉も入れたいところよね。でもとりあえずこんな感じで入れていきましょう。テンポセフトだったらば乱射の方だけども、こっちで正解のような気もする。どうだ、ネクロ、ここは速攻で倒しましょう。終わり。うん、あ、
いや、これ武器失敗したかなと思ったけど、いや失敗じゃないわ。これいけるいける。ああ、全然いい。蜂で倒せる？無理だったか。蜂だけで倒せるかと思いきや、若干残ってたね。よいし、終わり。どうしよう。あ、いやいや、いらん、いらん、いらん。あー、釣り竿もありか。はいはいはい。あー、いいね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 。なるほど。あー、なら、ピグリンの誇りに変えててもよかったか。まあ、とりあえず何か入れましょう。マルチかな。オッケー。いけ。じゃ、減らしきれないね。2ターン目で倒せればいいけども、多分倒せないか。 OK、 なんとかドラと、いや無理か、そこまで削りきれないよ。削れればいいけど。 OK、 こいつあんま鉢出さない方がいいですね、確かね。あー無理か、なんとかいけたと思ったけどね、いけてない。これ最上階のボス、これテンペストじゃない、これ。なんかそんな気がするんだよね。テンペストだった気がする。いや違ったら嬉しいけど。終わり。はい、テンペストとなるとちょっと時間がかかってしまうね、最後の最後。ああ、釣り竿を取って、このカトラスでもいいね。あ、いや、あんま火力出らん。もうちょっと火力出るやつが欲しい。ここ何が出る？あ、お前か。はい、終わり。はい、終わり。一瞬で終わる。気持ちいいわこれ。いや本当ボスラッシュ久しぶりしたいなって話してたんだけども、本当にボスラッシュ来てくれて嬉しい。あ、いらん。この形だから伸びではなさそうだな。なんだ、何が来るかな。ちょっと待って、毒の雲あげとけ。で次商人ね。あ、ミスった、完全にミスった、完全にやらかしましたわ。 OK、 危ねえ危ねえ。 OK、 OK、 できれば逆転露出からの集中攻撃を入れたかったけども仕方ない。よし、オッケーオッケー。いいね、タンブルビーやっぱいいよ。よし、そこまで減らしきれない。これ最後の最後、これきついぞ。でも押し切った。14回終了。まあまあいりませんね。ここ何あげる。いや別に僕かな。ああ、もう英雄でいこう。あと別にそういいやつがないので英雄で。あーと、ここは伸びのような気が。あ、ガストか。ここら辺出なかった？あ、違う？いやいやいや、なんか出たぞ出たぞ。ほら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 。よし、終わり。いやいや、出た気がするのよ。い
やっぱり出たね。よし、終わり。はい、16回終了。次いらん、これ間違いなくいらん。でここ伸び、こっちだよね、ここだよね、確か出たの。あ、俺確実にの、あ、そっちかい。おーい、やべえやべえ、やばいやばいやばい。あ、これここちょっときついぞ。ちょっと待て、あー、ちょっとちょっとちょっと、あー、もうここちょっと一気に行かないとここ無理だ。あんだけちょっとブレイズを召喚されるときつい。でもこ、あー、もう本当にここちょっと考えよう考えよう。マグマキューブはこれ確実にすぐ倒さんときついから、マグマをまず倒す。で移動して伸びをすぐにやる。 OK、 シールドが剥がれたら OK。 おっしゃ、 OKOKOK。 とりあえずシールド剥がすまでちょっと我慢をして、でそっから一気に倒す感じでいきましょう。あー OK。ほんと敵がね出だすとちょっと厳しくなるんで、敵がたくさん出る前にもう全て終わらせる感じに。はい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 、いや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 、ちょっとやられすぎましたね。で影かい。いやでも今から影取ってもソウルが溜まってないんで意味がないね。こっち取ってテンポセフトを上げようか。おーい、え、ボスじゃないんでしょ、通常ステージでこれ出るか、通常で出ちゃう。あー、虚無もあんま意味ないな。あ、そうか、黄金だからかかるのね。オッケー、いけ、よっしゃ。いや、硬えな、意外ときついかもしんない。いやいや、そうでもないか。よし、まあまあまあ、どんどんいきましょう。あ、蜂がいるからやっぱ虚無は使えない。まあまあ、効果力もアーティファクトもなんもないしね、仕方ない、もう地道に行くしかありませんね。 OK、 地道に行きましょう。はいはい、よっしゃ、先は出してるけど結構なあ。いや、ここ、カットしようかなカットしようかな、この地味な戦いを。いや、まあまあ見たい人もいるか、この地味な戦い。いやー、これはかかるわ。 OK、 でもやっぱり時間はかかる。うん、これ結構ダンスかかりそうな気がする。よっしゃ、 OK、 これ確実に5ターンかかるね。
手になるやつがないので、どうしてもかかってしまうと思う。OK、 めんどくせえなこいつら本当に。減らしきれん、ダメだ、全然減らせない。よしよし、わーもうめんどくささからね、ちょっと油断が生まれてダメージが結構入ってくるんだよね。しっかりと戦えば全然ダメージはもらわないんだろうけど、時間かかりすぎて本当にね嫌になるんだ。はい、できればこのターンで倒したいけど無理、最後の一発が入れれないもんね。まあまあなんとか狙ってみるか、なんとかね。もうちょいトム入れて、あ、いや極意味ないか。あー、ほらほらほら、やっぱりね、やっぱり無理だもん、この装備じゃ無理。やっぱ一撃がでかいやつ持ってないとどうしてもね削り切れないもんね。およし、はい、最後頑張りましょう。となると、え、これボスはなんだ、そうめんどくさそうではない。ここで一番めんどくさいやつが来たもんね。はい、終わり。テンペストだけはもう出ないでくれ、時間がかかりすぎる。でここで雷の杖出るしね、いらん。これエンダーマンでしょ、エンダーマンだよね。はい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 、オッケー。お、意外と意外と耐えてる。よし、いやもう蜂がいるから助かってる。オッケー、終わり。いやー、なんか終盤長い、終盤がすごいなー。矢筒強いけどいいか、矢筒持ってけ。ちょっと待って、蜂が再使用時間中だ。おお、オッケー、ようやく。でここが誰だ、どっちが来る。意外とガスト来そうな気がするけども、エンダーセントだよね、だよね。あ、あー、このエンダーセントは、あ、あー、思い出した思い出した。あ、ここはあれだ、飛び上がる床の上にエンダーセント乗せてあげるとワンパンでいけるっていうところだ、だよね。そう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 、そう教えてもらったところだわ。おいって、もうあいつ、よし、 OK、 OK、 終わり。そう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 だわ、次からそうしよう。で最後、あー、防具変えてもいいよね。でもいいか。あ、ツルハシビーム出るやつだけども、今回キノコが出てないんで、意味がない。ホグ持ってくか。
ね。で、いや、ボス次第。多分、ムシュルモンスターズかなんか出る気がするんで、パワーを入れていいかな。なんだ？あ、だよね。なんで、パワーと、処分？これでもうご利用ししましょう。入れれないわ。もういい。OK。よし。意外と硬い。いや、意外っていうか、結構硬いな。おーい。ちょっと雑魚が出てくるとき用に、火力はちょっと溜めとこう。じゃないと、この雑魚にやられそうな気がするんでね。OK。よっしゃ。どうや。よし。硬い。硬い硬い。よし、OK、OK。オッケーオッケーオッケー、いいじゃないですか。ここだ、終わり。終盤めんどくさいで意外と時間かかる、本当に。重力いらない。下は爆発、微妙だな。こっちも微妙っすね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。